いやめでたい。10月22日即位礼正殿の儀が執り行われ、天皇陛下が即位を宣言されました。心配されていた台風は温帯低気圧に変わり、当日の朝はかなり強い雨。さすがに今回は奇跡は無理かなと思ってたら、即位宣言中の午後に東京の空には突然の晴れ間が広がり、見事な虹が出現。いやーマジでびっくりしたよ。しかも本当に美しい虹でした。その奥には東京スカイツリーが見えるのがよくわかります。この突然の虹の出現にツイッターは大騒ぎ。虹出たらしいですね。素晴らしい。アマテラス大神も祝福してますな、などなど。アマテラス大神が出現したと奇跡を喜び称えるコメントで盛り上がっています。また各国からお迎えした来賓も話題になっていました。なんだけど、唯一かの国だけはこんなことって本当にあるんですね。こんにちは、世界のカルバンのエドワードです。いやー本当奇跡ってあるんですね。でもこれだけではないんです。実はこの日の午後、富士山にも初冠雪が観測されていたんです。しかもこれまた見事な写真。ここまで来ればもう奇跡じゃないよね。でもこれだけじゃなかったんです。あのかの国の首相も午前中来日。強風の中、恐る恐る飛行機のタラップを降りる首相。ガシガシ、いきなり傘が折れてぶっ壊れてしまいました。いやーこれ本当かよ。この地を踏むなってことなんかね。それとももしかして仏像のたたり。とりあえず仏像返そうよ仏像。でもさ、今気づいたんだけど、後ろに立ってる人笑ってるように見えるのは私だけでしょうか。以上、本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。